あもう3分の2いきました、ね、で普段のレッスンではこれにプラスしてピアノトリオの形っていうので、音楽を鳴らしてレッスンします、はい、でピアノトリオっていうのはピアノとウッドベースとドラムス、うん、大体これがね割とこうモダンのジャズの基本の形ってなってます、うん、それにサックスの人が加わったり歌の人が加わったりトランペットが加わったりとかってする形が多いですね、うん、で、まあ、レッスンの時私がこのちょっとキーボードって簡易的になんですけど、これがちょっと早いとスイングのリズムですね、だから今のテンポだとこれぐらいで聞いてそうですね。であとベースの役割、これがウッドベースの代わりに私がベースを弾きます、はい、でベースもねコードを見て、例えば C7 だったらドミソーシーのどこかの音を4つ鳴らします。4ビートとかって聞いたことあります、ね、うん、4ビートっていうのは、1小節に4つ音をベースが鳴らすから4ビートなんです。トン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 、これで1小節。例えば8ビートとか言うとトン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 っていう風にベースが8つ鳴らすから8ビートっていうんですね。で、さっきの C ジャムを、ピアノ抜きでやってみると、っていう風になります。ただこれだけでもジャズっぽく。じゃあこれでセッションしましょう。はい、もうレッスンできるかな。まず1段だけやってみましょうか、はい、最初の C7 と F を思い出していただいて、はいはい、一緒にやりましょう、はい、いきますね、はい、じゃあ1、2、3、4でいきます。はい、1、2、3、4。お、いけましたね。あ、次もいけそうですね。どうですか？いやなんかすごいかっこいい。ちょっと一人でやってるのと違いますよね。そうですね、うん、なんか、うん、奏でてるというか、はいはい、してるなんか一緒に音楽してるなって感じですね、はい、シンプルだけどそういう風になるのもまたジャズの面白いところなんですよね。でもし余裕があったらここの左手の右手がないところに例えばタッタッっていう風に入れたりするとさらにかっこいいんですけど、そのそうそうとでタッタッ、うん、ここだけやってみましょうか。はい、はい、そう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 です。いいですね。じゃあそれで二段目まで行ってみましょうか。はいはい。最初から、うん、最初から行きましょう。はい。ます。1、2、3、4。新しいコードが出てくるので次回以降にしましょう、はい。